暇つぶしだ。エニエスロビーでの戦いでルフィたちはゾロとサンジを連れ戻し、ついに麦わらの一味は再び集結した。戦場から逃亡したティーチの行方を麦わら白ひげ連合は懸命に追ったが、まだ直接対決する気のないティーチは巧みに姿をくらました。ルフィたちの追跡が空回りする一方で、黒ひげ連合の動きは衰えることはなかった。巨大化した兵力は海軍全兵力をも上回り、この世界で最大規模の勢力となる。その圧倒的な兵力を率い、海軍科学部隊の拠点を吸収した黒ひげ連合は、戦闘丸をダイヤルの力で支配し、彼に命じて人間兵器パシフィスタをも意のままに動かすことに成功した。この深刻な事態を収拾すべく、海軍本部は大将キザルとガープを現場に急行させた。その緊迫する戦場にティーチの行方を追う麦わら白ひげ連合も居合わせる。エネルじゃねえか。あいつも黒ひげと組んでるんだったな。海軍と戦ってるみてえだが、パシフィスタが海兵を襲ってやがる。どうなってるんだ。おそらくパシフィスタの指揮官をダイヤルで操っちまったってとこか。見ろ、ルフィのじいちゃんもいるぞ。操られてはいねえみてえだから、海軍を助けに来たんだな。おめえら、いつまでも高みの見物はしてられねえぞ。戦場は目の前、素通りしちゃはもったいねえ。だが黒ひげ連合も海軍も俺たちにとっちゃどっちも敵だぞ。今脅威なのは黒ひげ連合の成長の速さだ。見つけた以上は片っ端から潰しとくべきだろうぜ。奴らの背後を取って海軍と強撃と行こうじゃねえか。海軍が俺たちと連携してくれるとは思えねえが。ここは賭けだが、劣勢なのは海軍だ。うまくすりゃ海軍に恩を売れるだろうぜ。よし、迷惑かけちまった分ここで返してやる。強え敵は任せろ。片っ端から俺が蹴る。マリモは引っ込んどろ。敵は片っ端から俺が蹴り飛ばしてやるぜ。小僧ども、張り切ってるじゃねえか。海軍と話すのは敵の背後を取っちまってからだ。黒ひげ連合の度肝を抜いてやれ。
海軍と海賊が挟まれちまった。いつの間に手を組んだんだ。海軍と手を組めりゃ、この冷え連合との戦いが楽になる。ここで恩を売っとこうぜ。まずは海軍に連携の話をしねえとな。俺は貴様のとこに行ってくるぜ。させてもらわねえとな。ルフィの仲間か。俺はおかげだな。弱いはずいらねえよ。それより手貸せ。火の引きの連中を潰せ。海軍が海賊に手を貸せるか。お前らがわしに手を貸すんじゃ。あと
珍しい客だね。敵は同じ黒ひげ連合、ここは強撃といかねえか。海賊に頭下げるわけにもいかんでしょう。そっちが勝手に合わせるんなら止めないよ。それで十分だ。さあ、どうする。パシフィスタを指揮している戦闘丸くんが戻れば楽になるんだがね。強気者よ。ならまずはその小僧を捕まえるか。出てきたね。わしがと捕まえてあげるよ。エルトール。おっと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 。兵装。手配書にない顔だよね。何者だい？我は神なり。神なり？おお、こりゃ厄介だね。ねえ、はつけたよ。この様子じゃもう使い物にならんかね。おじきか。やってやる。それ以上は進ません。ダメです。各所で進軍が止まっています。やろうども、今だ。戦闘丸めがけて進撃するぞ。受けてみろ。さあ、どうする。
人間にも力のある奴はいるようだ。だが相手が悪い。この私を追ってくるか。受けてみろ。追いかけっこも飽きたね。おい、電撃が消える順番に気をつけろ。何か決まりがあるんじゃねえのか。射程範囲だ。を止めて休んでるといいよ。そうさせてもらう。ゴミどもが生意気な真似をするじゃないか。フィスタよ、我が力でよみがえれ。人間どもを焼き尽くすのだ。雷でパシフィスタを動かしやがったのか。面白いことをしやがる。驚くのはまだ早いぞ。パシフィスタが連携しだすと厄介だ。今のうちに一匹ずつ潰しとけ。
獲物を横取りすんじゃねえよ。うるせえマリモ。だがあいつらは私の力で何度でも蘇る。再起動完了。目標を確認。ねえ、存外力を消耗するものだな。ここまで敵が来やがった。パシフィスタ集結だ。本拠地を守れ。俺は息子たちの明るい未来を見届けるまで何があっても倒れねえ。困ったね。軽い気持ちで来たのにね。おお、助かったね。パシフィスタよ、最も弱ったやつを狙うのだ。神に立てつくとは神のごとき天罰を与えてやろう。Thank you.
黒城大殺まい、やってくれたじゃないか。だが無駄だ。ここまでにしておいてやる。私は神のあるべき場所に帰ろう。近頃は生意気な小僧がいたもんだ。海賊と同感じた世も末じゃな。え？ふう、困ったね。海軍と海賊が意気投合しちゃいかんでしょう。興味深いな。俺は帰って寝るとする。海賊の諸君、君らの協力には感謝するよ。だがこれだけの賞金首を目の前にしてほっとくわけにもいかんよね。もちろん君も例外じゃないよ。スモーカー元中将。てめえ。プル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 。おお、本部から連絡が入ったようだね。ちょっと待ってくれるかい。もしもし、こちらキザル。おお、そうかい。ま、政府の意向なら仕方ないよね。了解。ガチャ、どうした？本部が何じゃ？当面は黒ひげ連合の打倒が最優先。麦わら白ひげの連中とは一時休戦せよだそうです。海軍を海賊と組ませるとは、政府もいよいよ切羽詰まってきよったな。そんなことを大声で言わんでくださいよ。そういうことで、海賊の諸君、後で正式に海軍本部から話が行くと思うけどね、今回はお咎めなしってことでいいよ。あともう一つ、スモーカー中将。ああ、君と君の部隊に対する処分だがね、もう無効になったらしいよ。海軍に戻れるの？よかったな、スモーカー。ダイヤルの力が周知のことになった今、海軍本部もお前ほどの男を海賊にしとくのが惜しくなったんじゃろう。勝手なもんだ。ルフィ、お前らと戦わずに済む名目ができたから、わしも一緒に行ってやろう。じいちゃんが？海軍もお前らと争っている場合ではないとようやく自覚したようじゃからな。おめえが
から見ても今のティーチを脅威と見るか。黒ひげ連合の成長を放置すればいずれ世界が飲まれる。すでに奴らは海軍を襲って余りあるほどの戦力を得ておる。お前らとの連携なくしては太刀打ちできんじゃろう。同感だが、まさかおめえと組む日が来るとはな。長く生きてみるもんだ。まさに世も末といったところじゃな。スモーカー、お前もわしと来るんじゃろ。もちろん、この一件の行く末見届けてえんで。長年海兵をやってきたわしでもこの先は読めん。ルフィ、覚悟はできてるんじゃろうな。もちろんだ。俺は負けねえ。ならばわしもできる限りの手は貸そう。白ひげよ、わしらは老いたがまだできることはあるじゃろ。一時じゃが共に戦わせてもらうぞ。ああ、このイカれた時代に決着をつけてガキどもの世代につないでやろうじゃねえか。